クイーン・エリザベスは、キュナード社のビスタ級のクルーズ客船である、イタリアのフィンカンティエリ社のモンファルコーネ造船所で建造され、2010年に竣工された。姉妹船のクイーン・ビクトリアに比べ、皇室アレンジの違いなどにより9万400層 T と、ビクトリアより400層トンほど大きい。キュナード社が、カーニバルコーポレーションの子会社となった関係で、クイーン・ビクトリアの他に、 コランドアメリカラインに2隻、コスタクルーズに2隻の純姉妹船が収益あるいは建造中である。2092人を収容でき、全長は294メートルで、キュナード社が建造した船舶の中では、クイーンメリーに、初代クイーンエリザベス、クイーンメリーに次いで4番目に長く、クイーンビクトリアと同じ全長である。内装は、 初代クイーンエリザベスの就航した1930年代のアールデコを基調としている。デッキは12層で、客室は全部で1029室あり、そのうちの838室は海側の客室である。エンジンはキャタピラ社の子会社のマック製で4機のマック1 2 m 4 3 c と2機のマック8 m 4 3 c が搭載され、出力は64メガワットである。 最高速力は23.7キロトン、公開速力22キロトンの計画であり、先代、先々代のような高速のオーシャンライナーとしての、機能は有していない。クイーンエリザベスの就航により、キュナード社は、クイーンエリザベス2の引退以来、再び3隻のクイーンが就航する。鮮明に、クイーンエリザベスの名を用いることは、女王の許可を得た。 鮮明のクイーンエリザベスにまつわる状況は1940年から1948年の状況に似ている。キュナード社の初代クイーンエリザベスと戦艦クイーンエリザベスが同時に現役であった。2017年に空母クイーンエリザベスが収益しており、同様の状況にある。右玄広報からありがとうございます。